レイクロックはアメリカ合衆国の実業家。本名はレイモンド・アルバート・クロック。マクドナルドを買収し、マクドナルド・コーポレーションを設立した創業者で、マクドナルドをフランチャイズ展開して、世界最大のファストフードチェーンに仕立て上げた人物として著名である。チェコ系ユダヤ人の両親のもとに、イリノイ州シカゴ西光のオークパークに生まれた。 高校中退後の第一次世界大戦中に15歳で、救急車ドライバーの訓練を受け衛生隊に所属し、同じ衛生隊には、ウォルト・ディズニーもいた。終戦後はピアニスト、紙コップのセールスマン、ジャズ演奏家、バンドメンバーなど職を転々とした。1941年には5種類のミルク製機を同時に作る機械、マルチミキサーの独占販売者となり、 国中を旅して回った。1954年、カリフォルニア州サンバーナーディーノで1940年に最初のマクドナルドを開いたマクドナルド兄弟と出会う。クロックは効率化された調理システムに興味を持ち、兄弟と交渉してフランチャイズ権を獲得。1955年4月にイリノイ州でスプレーンズに最初のフランチャイズ券を出展した。 1955年3月52歳の時にマクドナルドシステム会社を設立。1961年にマクドナルド兄弟から証券を270万ドルで買収。1965年に株式公開。1984年までには世界34カ国で8300店舗を開いた。 1955年から1968年まで、マクドナルド社長。1968年から1977年まで、会長。1977年から1984年まで、上級会長を務め、生涯で6億ドルの富を築いた。タイム氏のタイム1 0にも選出された。1974年には、 MLB サンディエゴパドレスのオーナーに就任した。クロックのネームを表す、ロック。サンディエゴパドレスの永久欠番扱いとして1984年、指定。1984年1月14日、長年の糖尿病により、カリフォルニア州サンディエゴで死去した。81歳。没後、オーナーを務めていたパドレスは、クロックの功績を称えて、 名前をもって永久欠番と同格で検証した。また、マクドナルドは創業者追悼キャンペーンと銘打った。セールを一年間行ったが、これを知った、マクドナルド兄弟の弟リチャードは、激怒したとされる。ありがとうございます。